あれってジョバンニさんじゃない？なんでまた。お二人ともまたお…ありがとう、ジョバンニさん。ところで、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、今って…もちろん大丈夫です。私に答えられる。やっぱりあんたが聞いてくれない？ほら、うちら…ジョバンニさんさ、各フェスティバルから…ソンフェスティバルの単独スポンス、それは全ての参加者にこの言葉でごな…それは…わかった。理解してくださって。また勝手に言っちゃったね。え、うん、もう言った。あんた…あ、せ…わかってるじゃん。私たち話が合いそう。本当に悪さをしに来たんじゃないの？はあ、何か結局あの仮面男がな。そんなわけないで。仮面の愚者は自分が。ジョバンニさんって。仮面をつけた人とか。なんか彼は多分。でも、あーん、性格のお子ちゃん、何グズグズしてる。ピンク頭のちびっこってっていうか、なんであんたには。ここの監視端末のバックグラウンドを少し調整したの。ほろ、すごい便利な。慌てないで、私にチャレンジし。わかった。宇宙ステーションの宝の地図の中から対応するパスの場所を見。ふーん、それだけでいいんだ。まだ時間はあるみたいだから。私はケーキ。あっという間に。よし、じゃあ、あのクラゲみたいなロボットがミス・ヘルタの言ってたをさ。よし、話しかけて。
て。Thank you.
宝の地図を。Thank you.
今のウーボ、なんか3つのチャンピ、あー、あなたたちは座標をそっちに早くチャレンジしに、あなた以外にともういい？それか、はあ、それじゃあ始めよう。認めたら？そうすれば時間を無駄にしなくて済む。負けを認める機能なんて実装されてないって。私の負けだね。うん、やったかん？どっちの論も整理、用が済んだなら早く、はあ、どうして？はいはい、一人につき質問。この子何か、はあ、この次元プーマ、正確にはエーテル体なんだけど、うん、ない。そっか、天才クラ、え、何か心、それはないけど、ジョバンニから伝言が、例のやり手プレイヤーは前回のフェスティバルの、それだけ。え、それ、もっと攻略速度を早めろって忠告か。うん、確か、何か質問があるなら彼にして。わかったよ、ミス。ねえ、資格ば、ん、あ、
感じだ。Thank you.
人の声があるところは想像し、ああついでに来ただけだから。実は僕トパーズさん、それでエーテルタイ、え、もう仲良くなったんですね。あ、どうして勝手に出てきたの。やっぱり、実はこのトパーズ総監もそこで問題が発生しました。そのためこの個体は宇宙ステーションに返される前に逃げ出して、コインはベロブルグの仮想、あなたたち二人と個体の縁も、うん、うちも、それはエーテル体の全データはプレイヤーによってアップロードする。でもこの次元プーマンの、もしかしたらアスター所長はそこを気に入って、うん、ちょっと今の話を整理させて。つまりこの子は他のエーテル体と同じように実在する生物のデータのコピーで、個性があるのは、いずれにしてもトパーズ総監からはこのエーテル体を宇宙ステーションに返す。なので今回あなたたちに来てもらったのはあることをお願いするためです。このエーテル体のデータが入ったコインを僕に渡してもらえませんか。そうすれば僕たちでこの個体をアスター所長に返却します。もう前回のようなミスはしないと約束するので。どうしよう。理屈で言えばどうしてもお別れしたくないって思っちゃう。ねえ、あんたはどう思う？このエーテル体はあなたたちのこと、わかりました。じゃあその個体とチャンピオンの称号を手にするまでは、トパーズ総監とアスター所長には僕の方から、そんなことして任せてください。ただこの時間を使って気持ちや、うん、ありがとう。絶対この時間を大切にする。もうあとととにかく明日の目的地は、あれ今日はいつもと比べて